モノパレットは日本の男性音楽グループ。略称はモノパレ。2016年10月30日にアゲイン、リム、ユキミ、サンブ、インベーダートが出演したハローイブを渋谷オーブにて開催。同年12月28日にはアゲイン、インベーダート・サンブ、ユキミ、リム、立花の優が出演したスノーマジックを吉祥寺クラブセアタにて開催する。 チケットを1分で完売させた。このライブを成功に収め、翌2017年4月2日に新宿レニーで開催したワンマンライブモノパレットで正式結成する。メンバーはそれぞれニコニコ動画といった動画投稿サイトでの歌ってみたを中心に活動を開始。グループとしてはライブと動画投稿を主に活動している。自身を模したイラストをビジュアルにしているが、 ライブやイベントでは顔出しでのパフォーマンスを行っている。2018年10月14日に品川ステラボールで行ったワンマンライブで2019年1月に放送開始する TV アニメ不機嫌なもののけ暗色の OB テーマを担当することを発表。2018年12月26日に渋谷をイーストで行ったライブでアゲインが 生体ポリープ手術のため活動を一時休止することを発表した。2019年5月3日にビッグキャットで行われたライブでアゲインが約半年ぶりのステージ復帰となった。2016年2017年2018年2019年アゲイン、ゆきみ、ありがとうございます。